おはようございます12月25日の土曜日です時刻は午前9時14分となっていますメリークリスマスおはようございます小森康則です今日も天神橋筋商店街天禄天小森スタジオから朝刊チェックをお届けしてまいりますもう良い子の皆さんは早くから目が覚めているでしょうねサンタさんが来ているでしょうかはい来ていた とこの方よい子のところには来てると思うんですけれど昨日のクリスマスケーキ、えー、夜あれは7時前ぐらいでしたかね、えー、日本橋の駅から長堀橋の方へ雨の中歩いていたらですねローソンの前でしたかねクリスマスケーキをもう今、打って帰らなったあかんっていうので。 えー、サンタさんの格好をした店員さんが3人、声を出してはりましたけれども、あの時間で雨の中、売れましたかね、どうでしょうか、売れ残ってしまいませんでしょうか、えー、北海道帯広では、六家庭というお菓子メーカーの工場が、なぜかトラブルを起こしてしまったみたいで、ですねネットの記事を読みますと、何人やったかな。よ、うん、よりによって 予約済みのケーキ550個が渡せなかったということでございます、STV ニュースのサイトに出ておりました、六家庭さん予約していたお客さんに対しまして、すいません、こちらのケーキで、えー、代わりのケーキを用意したり、後日、渡すことを説明しているということです。 クリスマスケーキがクリスマスになかったらウェディングケーキがウェディング日にないのと同じことですよね、これはこれは深刻ですが、まあまあ、何らかのトラブル、人間のやることですから、そこは逆に思い出に残るクリスマスにしてくださいということなんだと思いますけどね、えー、てんこ盛りスタジオにはあクリスマスカードが届いておりました、アジさん、ありがとうございます、こちら。はーい 先日もこちらのスタジオで「えー、発達障害を生きない」というテーマで対話をさせていただきましたアーティストのアジュさんから、えー、3部作、うん、3年目なんだそうですけれどねクリスマスカードが届きました、えー、ありがとうございます、うん、さて、えー、今日はタイトルにもあげましたが昨日僕が「あ,あこんなことも」と取り上げたことがその後結構 うん、話題になっておりましてですね横浜市交通局、えー、市バスの運転士さんがあたまたま乗務中乗り合わせました奥さん、うん、別に旦那さんがそれに乗ってるっていうことが分かってたんではないと思うんですけれどたまたま乗りましてで終点まで来たけれど彼女を降ろさず5 0メートルほど移動して、ま、その時に うん、シートベルトをしてなかったということが、まあ、後に判明しますので、そのことはと、まあ、がめられるんだろうとは思うんですけれど、で、えー、奥さんを降ろしまして、えー、何か買ってこさせて、えー、そして一緒に軽食を食べていた、そのことで、えー、言給処分でしたと、市民がそれを見て通報をしていたと。 まあそらあかんちゃあかんのでしょうけれどもねどうなんかなというお話をいたしました。でまあいろんなところで多分取り上げたんだと思うんですけれど、えー、実は当事者であるバスの運転手さんがヤフーのニュースで取り上げられているそこにいわゆるヤフーコメント。でこれがが出た時に僕、あのー、誰かが ででやっってるかもしらんんと思ったんで、えー、取り上げんとこうと、うん、何でもかんでもネットにあることを信じたら駄目ですよということを言っている私が、えー、何でもかんでも載っててあこれはと思って面白いなと思って紹介したんではかん、まあ、もちろん間違いがあったらすぐに訂正はしますけれどで、えー、寝かしてたんですね。そしたらどううも本人であるいうことといこが 分かりました交通局もそれを認めたということなのでご紹介いたします。当事者の運転手です。たくさんの温かいコメントに心底救われております。本件での自身の認識の甘さは痛感しており反省もしております。弁明させていただけるのであれば苦情の方は、 クレームをつけた人ですね。頻繁に投稿されるクレーマーの方でアドレスを変えて2件連日投稿しており止めていた場所も正規のバスの待機所スタンバイするところと準待機場というのがありましてこちらは行道一般の道なんですけれど準待機場の2つの認められている場所 でした止めた場所がだめなところではない休憩中といえど自身を律して行動しなくてはいけない立場にあったことは重々分かってはいますですが思いのほか厳しい処分を受け入れるしか選択肢はなく絶望感に打ちひしがれていたところでしたこの場を借りてお礼を申し上げますというのは温かいコメントをした人に対してということですねありがとうございました。 こう彼が書いていてます、はい、皆さんはどうお考えになるでしょうか、まあ、一般にこんなことがあったんですよって言って悪いことです処分が出ました、うん、あなたはどう思いますかってマイクを向けられたらそれはまあそんなぐらいでね、うんまあ、バレたとしてもバレたとしても口頭処分ぐらいでいいんじゃないですかとはなかなか言いにくいあるいは 放送局や新聞もそういうい声は出しかし、このヤフーコメントというのは,、まあ、両方は両面ありますがイベント、悪イベント両方ありますけれどいやそこまでせんでもいいんじゃないかと匿名であるがゆえに言えて、うんまあ、それがまあこの運転手さんをまあ本人の言葉で言うと救われたということなんですよ。えー でそあのルールを厳正に適用しようということでいうとさまざまな問題がそこにはあるでしょうそれは。うん、でルールを守らなくていいんですかと問われればそルールは守りましょうということですけれどまあ一個はまあめっちゃ思うのはじゃあこのクレームを寄せている人、まあ、それもそれもほんまかどうかっていうのはさ検証できてないですけれど。 じゃあその人はもう、つばも吐いたことはない、赤信号を渡ったこともない、何ですか、出されたものは全部食べる、まあまあまあ、そこまで言うと、あまりにも広げすぎかもしれませんが、何一つ日の打ちどころのない生活をしていると、思われているのかなと、そこには、 あまあ、もちろん立場があるから守らなければならないということもあるんですけれど圧倒的なこの差があってクレームをつける側が圧倒的に有利なんですねつけられる側が圧倒的に不利なんですねこれは、まあ、YouTube であろうが放送であろうがこうやって顔を出したり名前を出したりしてる人間もしかりなんですけれど、うん、そこは言われるわけですよね。でその言うことそのものが全部駄目だっていうことでももちろんないんです。 ないんですけれどそこにやはり過度ないわゆるクレーマーという段階までいくっていうことの正義感その人の中ではその人の中では正義感なんだと思うんですけれどそれは僕は非常に怖いことだと思っていますだから別にま個人的にあのこの人を何か擁護したいとかっていうことでもそんな利害関係も何一つないんですけれど。 正義感というものは何をもって正義とするかによって、えー、もう180度違うんですよね。天皇陛下万歳といって国のお国のために命を捨てることが美学だと言われていた時はそうでないという考え方は正義に反するわけで、まあ、それが「赤だ」というレッテルを貼られ特攻に捕まりっていう人も例えばあ,ありましたし。 あの頃の頃正義感でいうとそうなんですよねでそれがその正義感をいわゆる振り回すことが正義感を持つことはダメだとは言わない正義感を振り回すことがそして周りが振り回されることが非常に恐ろしいことであるということが一つそしてもう一つは常々お話をしていますが今面倒くさいことを避けようとするんですね。 みんなだから2回にわたってこの,この運転手さんの書き込みをそのまま信じるとすればクレーマー頻繁に何か,何かにつけてクレームをつけてくる人がいましたと男の人か女の人か若い人か年取った人か知りませんけれどしめしめと一瞬思ってまた一方自分に今刃が向いてきた「何やあいつは」って言われたら今どんなふうに思ってるのか知りませんけれど。 えー、その人がクレームをつけたとなった時に「あ分かりましたあそんなことありましたかちょっと確認してあの注意しときます」で「すまない」なんかこう「面倒くさいことを避けるためには処分します」とまで「言及処分」とまで言わないといかんという面倒くさいことを嫌がるっていう風潮に 余計拍車をかけててしまままうここの人はそこまで考えいいいないと思いますただただその人の正義感の中で、えー、言ったに過ぎないんでしょうけれど社会がそれをどう重要しますか交通局がどう重要しますか放送局の視聴者センターがどう受け止めますかその報告を聞いたトップがどう思いますかってなった時にめんどくさいことを嫌がるんですプロデューサーサも、えー、そして安易な方向へ行くんですね。 いやそうおかしいとおかしいことはおかしいって僕、まあ、こ,こ,のこの現実はあま言いたくないんで言いませんけれど、まあ、ほんまに、アホちゃうか、お前って言ってくる政治家もアホやけど、それをそのまま俺に聞かせるプロデューサー一体何やっていうようなこと、も面倒くさいことほんまに嫌がるんですよね。で、安きに流れようとするんですよねねですね本当にね。 えー、そんなことをしていると僕は世の中ほんまによくならないと思うんですよ。うんだからあ正義感はまあもちろん正義感を持つなとは言いません、えー、ただその正義感を振り回すっていうことがどういうことになるのかっていうことは当然考えないといけないし周りもそう受け止めないといかんし、えー、まあ マスゴミといってマスコミを批判する人もありますが一方でマスコミが言っていることっていうのはやはり絶大な信頼を得ているという現実もあるわけでそのアンチテーゼというかですねうんちょっと違う見方もあるよっていうことは今日もお話ししていきたいなと思っております前段が長くなってししままいました12月25月日日の長官チェッックででは今日もヘッドラインです。 政府は昨日一般会計の総額が107兆円を超える来年度予算,を予算案を閣議決定しました北京オリンピック・パラリンピックへの閣僚など政府高官の派遣について、岸田総理大臣は昨日見送る考えを明らかにしました北新地のクリニックで起きた放火殺人事件で、意識不明の重体となっている容疑者の男が、 一酸化炭素中毒によって脳に深刻な損傷を受けていることが分かりました厚生労働省は昨日新型コロナウイルス感染症の飲み薬、モルヌピラビルを特例承認しました。 韓国政府は24日、収賄や職権乱用罪などで収監され、現在は体調を崩して入院しているパク・クネ前大統領に特赦を与えると発表しました旅行会社大手、HIS の子会社が、GoTo トラベルの補助金を不正に受給した疑いがあることについて、社内の調査委員会は、 最大6億8千万円余りを不正に受け取っていたとする報告書を公表し HIS の澤田社長が謝罪しました北京オリンピック代表選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権ショートプログラムで羽生結弦が111.31点と高得点を上げ首位となりました 大晦日に放送される NHK 紅白歌合戦白組に藤井風さんが出演することがわかりました以上12月25日土曜日の朝刊チェックヘッドラインでした時刻は9時28分です 今日は読売新聞を買ってまいりましたあそして日経新聞も予算をトップに持ってきております107兆円予算成長と配分を軸にという見出しでございます補正予算が出まして、えー、通りましてそして、えー、臨時国会が終わりました年明け通常国会開会これの一番大きなテーマがー予算であります 一般,総額の一般会計の総額が107兆5964億円、21年度の当初予算から9867億円、1兆円ほど増えております。新型コロナウイルス感染対策に加え、岸田総理が掲げる成長と分配の好循環の実現に向けた費用を多く盛り込んでいる。3分の1はあ国債。 国の借金で賄うという財政の構造はほぼ変わらないということでありましてまたまあ予算のことは今後もまあ防衛費のことをはじめですねえ話題になってくると思いますので細かいことは今日は置いておきますけれどこの読売新聞の書いているいや政府はそう言いますよ政府はそういうのは当たり前です成長と分配の好循環の実現に向けて このような予算を組みますどうぞ国会通してください。まあ、野党の意見も聞いてちょっとは修正はしますけれど花は持たせてあげますがあこれでいきます。それは成長と分配の好循環のためですというわけですね。でこれはもう政府広報ですやん。政府からお金をもらって政府が書いた文章を印刷をし配るっていう。 それが政府広報ですよね、ええ、そこに問題があろうがなかろうが政府としてよかろうと思って出したんだからそれはその通り印刷してくださいご自宅地があってもなりませんましてやそこにこんな予算でいいのでしょうかと政府広報に書くはずはないですよねそれはお金をもらっているしですよねで読売新聞はどうなんですか政府から お金をもらってるんですか、まあ、それは朝日新聞であろうが毎日新聞であろうがそうなんですけれど何でもかんでも批判しろ欠点を探せいや欠点を探すのも大事な仕事ですけれどえ書かれた発表の文章をそのまま載せるっていうことにジャーナリストの端っくれとしてえ恥ずかしくないのかなと思うんですね、え。ー いや果たして107兆,10兆円を超える一般歳出が成長と分配の好循環になっているのかという検証を経た上で自分で判断してそう書いているのならまだ死もですよ。発表はそう書いてありますからってそのまま書くというのが、まあ読,売新聞のええ、読売新聞の社会の後期としての仕事だと読売は思っているということですよね。 いや何でもかんでも朝日は毎日が正しいとは全然思わないですよそうなんですけれどねなんで,でこんなことを言うかというと、えー、大阪府と市やったかなと読売新聞が、えー、包括連携協定に調印したっていうニュースが流れておりましたあのー、この大きな言葉になる まあ、SDGs なんかもある意味そうなんですけれど誰も否定できない大きな言葉を掲げるそれは、まあ、あ会社の理念として組織の理念として大事なことでもあるんですけれどいろんんなことをごまかすんですでよね、えー、世界平和地球環境となった時にいろんなドロドロのところをきれいに白塗りしてシミを隠してしまうっていう。 そういう効果があるんですけど。読売新聞は大阪と風やし確か風と市両方やったと思うんですけど、間違えたらごめんなさい。風、えー、だけやったかし、いや、多分両方やったと思うんですね。風かなうん。ごめんなさい。その、包括連携協定。包括です。いろんなことを連携します。って言ってるんですね、うんうん。それは大阪府の抱える、大阪の抱えるいろんな問題。それについて、子育ての問題。 防犯の問題いろんなことについて連携しましょうええこれ細かい内容また僕も調べてお話をしますけれどお金が発生しているのかどうなのかうんいずれにしても行政の権力ですよね力を持っている行政とそれをチェックする機関としての新聞というものが一緒になって何かやりましょういやもちろん大事なことだから 行政のやってることでこれは大事なことだから皆さんにお伝えする責任が報道機関としてありますあるいは、えー、何かその行事に対して講演なり一緒に主催をするという形で支援をするというお金を出すのもそれもまたフィルターが通っているのならばですけどね。 いや報道は報道だと言うんでしょうけれど自治体と包括連携協定を結ぶっていうようなことを果たして新聞がしていいんですかあるいはもしテレビ局がしたとしていや今もう維新姿勢維新不正と関西の民放はほぼ、うん、一連卓生で維新万歳をやってるじゃないかという声がそれはありますよね。あれだけ うん、そこまで考えずにただ視聴率が取れるただ番組としておもろなるっていうことの価値観ほぼそれだけで100%とは言いませんが99%私の見立てによりますと当社調べによりますと、うん、そんなことでや,やっているわけですよねでさらに新聞もやる朝日や毎日がどうするのか知りませんけれどこれ怖いことですね。 オリンピックさまざまな問題がありましたもちろん感動も生みました選手たちも頑張りましたしかし本来一社しか取れないようなオフィシャルスポンサーを新聞がこぞってみんなやりましたええた多額のお金を出してでそのことが結局オリンピックそれでいいんですかそのやり方でいいんですかあのぼったくりでいいんですかということを一応載せてはいましたけれどでも シャロンとして世の中を動かすっていうことに対してのブレーキを踏んでいたっていうのは明らかですよね。販売のための、うん、あるいは情報をもらえないという,ふう不利益を被らないための保険として、えー、やったわけですよね。うん、であの新聞社のお名刺にもそれ書いてましたよねオリンピックの,あのオフィシャルスポンサーのマークね。 あの恥ずかしくないんかなと思うんですよね、記者が出すのにね。そうやってズブズブになっていってるんですよ。これもまたしかり、そしてまたこの予算もしかり。やっぱ、マスゴミだとは僕はほんまに思わないですそうそうは言わない、それは絶対言わない、中に変なやつがいたとしても、それは警官の中でも泥棒するやつがおりゃ、そういうことですよ、一部のもんですから、それをもって全体だとは思わないですけれど。 例えば子どもの頃「NBSNOW」とかああいう番組を見てて「ああ関西電力ってすごいな」と思って「ええうんスポンサーついてますよねこの番組は関西電力の提供でお送りします」とか言ってやってますよね、うん、また浜村淳さんが「さて皆さん原子力発電は安全でクリーンなエネルギーです」って言ってはったあの時代ですよねうん。 で高いスポンサー料を出してくれてはるんですね、あの保険ですよね、いや、ある意味、みかじめ料ですよね、えー、放送局という電波ヤクザの、うん、いや、というか、そういう持ちつ持たれつみたいなとこはありますやんか。まあ、だからといって、報道の人間が何かあった、美浜で何かあった、高浜で何かあったというときに、もちろん行くんですよ。行くけど行くくけけどど 700億なら700億の売り上げの中の何億かがそれによって関西電力から出ているっていうことのプレッシャーっていうのは当然ありますわね当然営業は困りますもんね営業上がりの経営者は「こら!」って言いますよねあんま報道上がりの「そんなもん知るけ」っていう社長はあんまりいませんからね困難んんんもそうですわ なんかねこう安全ですとか、えー、世の中のためですとか成長と分配の好循環ですとかっていうようなことがそのまま垂れ流されているっていうそのバックグラウンドにあるズブズブの関係そこに関わるお金の関係っていうことが、まあ、子どもの頃は知りませんでしたまだ私の目が白い目の部分が、ね、皆さんもそうだったでしょう。ああ 青いほどのあの白さ、うん、であった頃からだんだん暖色系になっていくんですね色温度でいうと、ね、7300ケルビンぐらいのものが蛍光灯のような5500ケルビンぐらいになりそして標準の明かりである3200ケルビンになりもっと赤く、ね、2800ケルビンぐらいあケルビンというのは色温度ということです、はい K、に丸がつきます。 そうなっていくと、いろんなものが見えてきてしまうんですね。うん。そして、白内障になっていくんですかね。うん。今日の読売新聞トップは、これでございました。そして、三番目の扱いに、北京オリンピック、パラリンピックへの閣僚など、政府高官の派遣について。で、あります。時刻は九時四十分。岸田総理大臣、これはぶら下がりですかね。ええ。 えー、見送りますという考えを明らかにしました、うん、遅いやないかと、うん、いつまで様子見とんねんという声もある中でまあ日本という国が単純に言って中国とアメリカの間に挟まれて、えー、こちらにもねそうですねこちらにもそうですねと、うんまあ、例えるとお家であまり実験のない旦那が ああ、奥さんと母親の間に挟まれるっていう。そういうことですか。ええ。これさ。せ <laughs> やな。せやな、お母ちゃん。うん。せやな。お前。ね。せやな。うん。せやな。うん。これでは落語にならないですよね。せやな。<laughs> 髪を向いても、しもを向いても。せやな。うん。せそ,、うん、そうなんですよね。いや、難しいと思います。だから、なんの、なの。 やったらやったで「おい」って言われるしやれへんかったらやれへんかったで「おい」って言われるのでそういう意味ではかわいそうだと思うんですけどえと橋本聖子さんを派遣することで落ち着くみたいです。 読売新聞の編集手帳は、それはもうね、何百万人の単位で強制労働というか、収容されたりとかしている自治区とかというのは名ばかりで、そんなのは許せないと、もっときっぱりと言うべきだしっていうことをまあ読売は書いてますわ、その意見、産経新聞なんかもっと激しいですけど、書きますわね。そそれはそうだと思います、うん 我々が信じている自由や民主主義というものと中国の実態がかけ離れていて隠されていることもたくさんあるであろうとそれは思います。で、えーまあ、ここもその、うん、白目の濁ってきた人たちがあ頭突き合わせて考えた結果が橋本聖子さんを送るっていうことだという解説記事が出ています。まあ ある意味面白いニュースの読み方としては面白いんですけれどなんだかなあっていうことなんですけどね,ねもともとオリンピック担当大臣です橋本聖子さんはオリンピック担当大臣でしただから大臣ですよねしかし大臣ではない今はオリンピック担当大臣ではないからはいなので閣僚クラス でででははあるけれど閣僚ではないそうですね,そうですねだからこの重さ、うんうんまあ、重い方が偉いという意味で言うとこの重さなら軽すぎるこの重さなら重すぎるちょうどいいところの重さである橋本聖子元オリンピック担当大臣。 大臣はつくんですが現職ではないそしてオリンピック担当大臣から森さんのあの失言がありまして組織委員会の方へ行きましたそれに伴って自民党を離党していますだから自民党でもない自民党の偉いさんでもない閣僚でもないでも重さは十分っていうことで これで落としどころにっていうそういう話を中国側としているのでしょうそのためには時間が必要だったのでしょううんなるほどね、ええ、でしかもその外交ボイコット外交的ボイコット外交ボイコットでもないですね外交的ボイコットを まあ、それ自体、使ってる国と使ってない国がどうもあるみたいですけれど、うん、日本はそれを使わない、うんえー、閣僚の派遣について、岸田総理、この文章そのまま読みますと、記事を読みますと、中国に自由、基本的人権の尊重、法の支配の保障を働きかけていることを指摘した上で、北京オリンピックへの対応については、これらの点も総合的に勘案し、自ら判断を行った。 としましして閣僚など政府交換の派遣を見送るとということですねしかし外交的ボイコット、うん、という言葉は、まあ、使わないというところで落としどころ中国は不快感を示しますがまあまあまあ、うん、その辺でっていうところのようですね難しいとや難しいし頭のええ人の頭と経験と 時間ねえ,えそれをこういう曖昧なところに使わざるを得ないっていうのはやっぱり根本的な理念が何をすべきなのかっていうことがまあ固まってないというかう面面倒倒くさいこここととと嫌ががるる人のではなんすよねまあ国は全部引き受けないといけないですからそこはねうん僕らみたいに。 まあ自分がやりたいこと、自分でやるべきことはこれと思います、だからもう、それ以外のことは知りません、んどうぞそちらやってくださいって言える立場じゃないですからね、そういう意味で私は今、非常に自由になってますから <laughs>、<laughs> あ,ありがたいことですな、<laughs> 9時45分え、北新地の放火殺人事件の続報をさっきファミマで見ましたら、朝日や毎日はトップに持ってきておりました。 どこまでやるのでしょうか。えー、今日は読売ももちろんこのことをトップにもトップの面に持ってきております扱いとしては二番目の扱い容疑者脳に深刻な損傷という見出しです事実関係については各紙変わっておりません。うん、意識不明の重体となっている容疑者あ一酸化炭素中毒によって脳に深刻な損傷を負っている。 蘇生後脳症というう診断だそうです事情聴取ができるまでの回復は見込めないとつまり刑事責任を問うことは極めて困難であるともちろんそんな中、えー、まあ死んでしまったとしたらまた手続き的なことも変わりますし、えー、周りの影響も考えて捜査している人らは一生懸命捜査しているんだと思うんですけれど。 えー、捜査関係者によりますと、容疑者は現場のクリニックで心肺停止状態で見つかりました、逃げようとする人を逃がさないようにしてたみたいな、そういう目撃情報もありますよね、心肺停止状態で見つかり、搬送された大阪市内の病院で治療を受けて、人工心肺装置を使って蘇生をしました、心臓止まってたけど、それが蘇生しました、しかし、それまでに脳に十分な酸素が行き届いておらず、蘇生後、脳症と。 診断重い気道熱傷息しますから、うん、そこでやけどする顔や手足にもやけどをしているこの蘇生後の症になりますと一旦命を取り留めても何らかの障害を残ることがあるそれはまあそうでしょうまた植物状態となり死亡に至ることが多いということですね怒りを持って その無責任な第三者的な怒りではなくて当事者として怒りを持っていらっしゃる方にはもうたまらないニュースだと思いますしかしまあそのことを一旦たん消えおいてですね僕ほとんどそういう報道を見たくないのでニュースを見ていないです食堂であのかかってても そのニュースのときには、あえて、うん、もう、耳を塞いでいます、目を向けることはないです、えー、記事でも、まあ、さっと見出しは目に入ってしまうんですが、細かいところを読まないです、この続報について、うん。いや、立派な先生でしたとか、かわいそうですねとかっていう、そういう声も載ってるのは分かりますけど、それすらもう、しんどい、僕としては、僕としてはしんどい。うん でまあ、会社のすぐ近所ですからね、えー、いつも行くお店の角曲がったところですから、えー、なんですけどもうこの1週間僕は足を運んでないです、うんあの。もちろん亡くなった人に手を合わすというような気持ちはありますけれど。 それはもう自分の心の中で手を合わせておけばいいことなのでえ現場へ行って手を合わすというふうには僕は思わないから本当に生活圏内すぐそばの会社から歩いて5分のところなんですけれど用意感ですねそれ別に何か霊的なものがどうのとかそういうことでもないうんただ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 辛い。ういそこへ何らかの好奇心いや好奇心というのは大事ですから。 仕事の上でも大事だし生き様としても大事だとは思いますけどこのこの件については好奇心は持てないです僕はだから報道する側が読者の視聴者のその興味関心があるからなんだっていうことで言えば少なくとも僕に関してはないです僕の僕のことはないので僕を気にするんだったら申し訳ないですけれど えー、やめてくださいいりませんそんな情報は。でなぜかというと気持ちがっていうこともそうですけれどもう一つ言えるのはこれが次の犯罪を誘発するう手口を教えてるっていうことになることにまだまだあなたたちは気が付いてないんですかえー、前の日にってでえー。その 目張りをしてたんですか出られないようにしたとかなんかいろんなことがどう新しい情報出てきますやんか、うん、ただまあ裁判の時には必要でしょうから必要な情報だとは思いますけれどそんなことをバン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 毎日のようにそれぞれがスクープですということあんたたちの内輪の理屈のスクープですっていう手柄巧妙を立てるためにねえどん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 流していくことが次の犯罪をこうやったらええんやということを言ってるということに あんたら気ぃ付かへんのですか記者という人たちはそこへの躊躇がないのかともう本当に思いますね、うんえー、すいません今先ほどから私に電話をかけてくださった方後で見ますがあ今取り込み中でございますので申し訳ありません、えー、終わるまで電話は出られません朝日や毎日はこちらをトップに持ってきております 時刻は9時52分。新型コロナウイルス感染症の飲み薬が特例承認されました厚生労働省。モルヌピラビル、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 だんだん言えるようになってきた。モルヌピラビル。でも商品名はラゲブリオ。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 はい 製薬会社はメルク、これは3文字ですから、メルク、はい。メルクのモルヌピラビル、商品名、ラゲブリオが特例承認されました。覚えましたかはよ覚えなきいません。はよ飲まなあかんみたいです、はい。軽症者に使える国内で初めての飲み薬であって、オミクロン株への効果も期待されていると。 い軽症ということもありますが、はあ、発症してから5日以内にというような細かいことが読売新聞には書かれておりましただから「早を飲ませなあかん」から「肺を確保せなあかん」で大阪府は420の薬局ですぐ届けるようにということができるようになりましたと昨日発表をしておりますこちらは32面に出ていますじゃあまあ一方で、えー、切り札ともいえるこの飲み薬の 取り合いになってしまったりっていう別のう話で、その好発薬ですね。これがさまざまな理由でえその作り方がずさんだったというようなことも理由の一つとして今数が足りないで取り合いになってるっていうそういうこともあったりしますよね。これはまたもちろん理由は違いますけれど。 取り合いいいにななならへんよう,なうまい分配を考えて欲しいなと大阪府は大阪府で確保しようとするでしょうけれど国全体でのコントロールが必要であろうなというふうに思いますね。でまあオミクロン株についてはデルタ株に比べると入院するリスクももうはるかに低い半分以下であるというような研究結果も出ております。 一方、濃厚接触者はこれから受験シーズンですが受験できないということを文部科学省は言っております、なのでそういう意味ではあ感染だけではなくて濃厚接触の段階で受験できないということなので、うん、熱出て、ぼーっとして実力が発揮できひんかったとかっていうこととはまた全然別ですからね。えー 受験生とその家族ということについては気になる、まあ、のオミクロン株、うん、ニューヨークも、うん、ん1日何万人でそのうち9割があオミクロン株だっていう,ようなニュースも出ておりましたけれど、えー、重症化しなくても感染リスクは高くそして数が増えている。うん うん、そ,そこにおいて濃厚接触になってしまうとそれで一生を決めるう受験当日う受験すらできない、まあ、もちろん追試験だのとかいう救済措置はあるとはいうもののですよ、うん、なのでどうぞあの気をつけてくださいねええでそんな中うん 日本は日本であると思われてますが日本でないところもいっぱいありまして在日米軍の基地、えー、そこにはそのままピューッと入ってきはるわけですね、えー、輸送機などに乗りまして軍人さんが。9月から 出国時の検査をせずに国防総省の運用のやり方にのっとって向こうのルールにのっとってアメリカのルールにのっとって日本の国土の中にあるんですけれど在日米軍には出国時の検査をせえへんまま入ってきていたみたいです。首都圏の空が日本でないっていとうことは まあ、飛行機乗りはみんな知ってるんですけれど皆さん、まあ、ニュースには触れていらっしゃるでしょうが、えー、本当にすごいですよあの一部策してあって「ここが米軍です管理してます勝手に入ったら怒られます」で、えー、防衛省もって名前が書いてあるようなところは目にすることあるかもしれませんけど日本の首都の上空はあ横田基地ですからねえー、えー。 もうまあまあそれは岩国だって管制官はアメリカ人でえその日本人の英語とは違う英語でのコミュニケーションが操縦する上では必要なんですけれどもう完全にえ首都圏の上空はまあ段階があるんですけどどの高さでどのエリアでっていうそういうあのブロックみたいなのが空域が決まってるんですけどねえアメリカなんですよ。 だからアメリカのルールーなんです、えー、アメリカさんがあこれでよしと思ったら日本さんが何を言おうが、ん、違い封建なんですね。えー、でまあ困難はやっぱりねちゃんと言わなあきませんわそれは思いやり予算も必要なんかも知らんし、えー、核の重のるもとで、えー、とかいろんないろんな側面がありますからそうなんですけどね。し、えー、しかし 結局、じゃあ、オミクロン株、市中感染してますっていうときに、どこから入ってきたか分かれへん、うん、空港の検疫をすり抜けてるのかもしれないし、でも、うん、米軍兵がそのまま来て検、出国時の検査をせずに入ってきて、ですよそも全然、もう桁違いに向こうの方が多いんですから、まあまあ、オミクロンに限らずに、もう9月以降っていう話ですから。うん それ、OK、やったんですっっててそ、えー、そこはビシッと言ってください、まあ、そんな中、昨日ファミリーヒストリーのアンテリジャンで作っておりますインタビューにもうあの方90超えてるのかな、はいえー、お話を伺いに行きました、まあ、何度もチャレンジしようとしたんですがなかなか施設には入れてもらえないっていう家族でも会えないとか。うん あご家族言ってはりましたが一時期ね拘置所はないけど、うん、ガラスの向こう側パーテーションでちょっととかじゃなくてもうめっちゃ向こう側で、えー、離れたところで、えーえー、手話みたいにしてなんかでも何か欲しいもんがあるって言われてもそれが何か伝われへんかったみたいな時期があった中今ちょっと落ち着いてるんで、えー、ちゃんと入り口でチェックして2回売ってますよとかで、まあ、もちろん手の消毒でその後入って、えー、電解水で。 10秒間でしたかね 20, 20秒間だったかな手を洗ってとか30分以内という時間の制限があるっていうところで入ってお話を伺ってきました、まあ、そこまで、うん、あの緩和されてよかったなと、うんうん、高齢の方のインタビューっていうのはまあ演技でもないことを言って怒られるかもしれませんがやっぱり時間との勝負っていうこともありますんでえー お声がけいただいたらもうすぐ取りましょうって,ってお勧めしてるんですけれどまあね、えー、まあまああんまりな内容はもうプライバシーに関わることなんで何も言いませんけれどあのあ、まあ、そこまで施設とかも緩まってきてて、うん、よかったなって思ってるんですがあ重症化でリスクは低いにしてもちょっとあの気になる国内でのオミクロン株の感染そういう意味ではですね、えー 受験生の問題しかりあるいは高齢の家族をお持ちの皆さんにとってはということですね十0時になりました韓国政府はあ収賄や職権乱用罪などで、えー、逮捕・起訴、寄贈されております有罪判決現在は体調を崩しまして入院をしているパク・クネ前大統領に特赦を与えると発表いたしましたまあ韓国の大統領それだけ権限がある そして終わったら次の政権にまあ必ずと言っていいほど突っ込まれてえそして逮捕されてえ刑務所に入るっていう何なんですかねえ大統領ですよ一国の大統領になるまでにいろんな人をまあ蹴落としもし上り詰めて権力の最高に行ってでえ任期が終わったらそのままその次は 刑務所ですっていうのが続く国ってちょっとまあ日本では考えにくいというかいやそういうことが逆に言うと日本は曖昧になっている国終わって悪いことにも手を染めていてもまだ不敵な笑いを浮かべながら庶民をバカにするようなことを言いながら新聞記者を いじめるようなことを言いながら残っている人、あっそう、あい,いやいや、人の名前言ったんじゃないですよ、うんえー、そんな国の方が怖いのか、それとも権力を振りかざして、えー、行く末は刑務所に入る国の方が怖いのか、どっちもどっちですかね。えーまあ、近づいいてまいりまりす次の戦 今日に向けて、えー、保守分裂工作といいう意味合いがあるのかというようなことですね。十時二分。H s の子会社が GoTo トラベルを不正に使っていたと、えー、泊まってもいないのに泊まったことにしてそこで研修とかっていうのも実態がないのに研修受けてたことにしてそして国から不正にお金を取っていた。 社内の調査委員会によりますと、その直接泊まるやつだけじゃなくて、お土産物とかのあれクーポンも出たりしましたよね、うん、最大6億8千万円余りを不正に受給していたって、不正、まあ、いつも言いますが、不正っていう言い方、不適切な販売という言い方、それはごまかしですから、はい、騙し取ったということですよね。ええ、国国をを騙して国民の税金を 奪いい取ったとっうことですよね、えーまあ、それを強奪というふうに刑法的には言えないのでしょうけれどもだま、うん、し取ろうとしたということですよだから詐欺罪ですよね、うん、と僕は思うんですけれど、えー、民間としては、うんうん、市民裁判官としては裁判員候補としては、うん、で2社ありまして そのうちの一社は HIS の社長までしてた人ですわ。うん、騙されたと澤田さん言ってはりますけれどね、えー、まあ,あ親会社と子会社の関係の中で旅行業界が大変な時に、えー、それはそれは別のプレッシャーというか締め付けはあったのかもしれないですしかしまあそれはまあどこの会社も同じ話ですからそこでこれを抜く道あるぞと言ってやったしかも もうここまで証拠を挙げられてまあもっとまた刑事的なこととかも進むんでしょうけれどあるいは監督官庁である国土交通省の調査というのも入ると思いますけれどえここまでネタが上がっててですよ TBS の報道特集はじめいろんなところも取材に当たってていやそんなの私知りませんと止まったこともありませんとうんこんな連絡が来ましたとうん社内のメールでこんなの来ましたっていうような。 証拠がたくさん上がっているにもかかわらず、社長は知りません、そんなことはやってませんと、うん、いや、正しいやり方ですって言って、こう、言い張っている、その度胸たるや、うん、もう、あ閣僚クラスですね、えー、三役クラスですね、うん、なかなかななかなかのもんですな、やっぱり、そこまで腹すわってないと悪いことはできないんですかね、えー、むちゃくちゃでございますがな、ちゅいう話でございます。 うんまあ、まず社内の調査でもすぐに分かりました。はい、比較的早く動いてやっているというのは国に比べるとやっぱり民間のその危機感というか、えーえー、潰れない何を言われようが潰れないという公やけと何かあったら、うん、お客さんとの関係取引先との関係の中で信用を失ってしまうと。 会社というものは潰れるんですっていうことを身をもって知っているところとのスピード感の違いかなとは思いますけれどね10時5分フィギュアスケート全日本選手権、えー、北京オリンピックの代表選考会を兼ねておりますショートプログラムで羽,羽生結弦。ごめんなさい見てなかったんですねいや,いやすいませんね昨日も飲んでおりましたんで、うん、いかん 飲み過ぎいやそんなにも飲んでないんですけどねそんなにも飲んでないけど、えー、飲みすぎ、はい、111.31点、まあ、怪我のこともありますこの間出られへんかったりもしましたんでねあれは NHK 杯でしたっけうん心配だったですがここで見せとけへんかったら北京オリンピックいけないそして北京オリンピックでまた金メダルというのを 取れないといととうことから仕上げてきましたねやっぱりすごいなあうんあのスポーツ新聞なんかもね大きく一面に写真載せて、えー、それ写真集にしてとか販売してみたいなことがありますけどかっこいいですなこの。もう別に 男として男子として男が好きなわけでは僕はないですけど人によるでしょうがしかしまあ羽生とかまあ宇野昌磨もに攻め抜いたうんまあ爆弾このレベルのを見るとかっこええなと思いますよねその女の人がキャーキャー言うのは分かりますわなえどうしようかと思った時期があったみたいですでもまああの 有名な曲ですが新しくこのショートプログラムに合わせて編曲をしてもらいその曲を聴いてさあやろうという気持ちになったというような記事も出ておりました「羽生会心ショートプログラム」あとはフリーの結果次第ということですけれどねままあまあ大丈夫でしょうそんな運動面の下に有馬記念の広告が出ております。 どううでしょう有馬あこれは左馬ではなく右馬ですか、うん、一般的に <laughs> 一般的にこちらの向きの方がよく、えー、見ますが、えー、どなたでしょうかーメッセンジャー黒田さんの奥さんではなく、えー、これは永瀬さんあ永瀬智之さんはいですねえー 馬券は二十歳になってから <laughs>、そうですね、えー、18歳は青年ですがだめです、はい、お酒も一緒、二十歳になってから、はい、程よく楽しむ大人の遊び <laughs>、程よく楽しめていますか、皆さん、大丈夫ですか、はい、程よいってどこまでですか、3000円まで、5000円まで。えーえー、うん 馬券は正規の窓口で <laughs>、はいえー、飲み行為はだめですということですね。えー、とは言もんのねこれ有馬記念が終わったところでこの1年の総決算というのでさまざまなところで自分らで一口話みたいなの架空のやつをやったりとか一口話というかね、えー、年間通して何やかんやってしてる人らいるでしょう。ねえー、あの 放送局や新聞社が高校野球でで爆知やったりとかしているのもありますからね、えー、飽きませんよほんまにうん捕まりますで、ねえー、クレーマーに言われておみそかもうもうそこですはい時刻は十時九分紅白歌合戦の白組に藤井風さんが出演することが分かりましたはいもう本当によく分からないんでねえー、えー 藤井に「風」と書くんで藤井風さんなんですけど読み方が分からへんからね一応ね検索して藤井風さんではないんやなと思ってね風さんでんでこれを言ったかというと一枠決まってなくてひょっとしたら「嵐」が出るんではないかというそういう噂が広まっておりました。嵐でではなく風であったという それだけでございますはい。以上朝刊チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました時刻は10時10分です、えー、もうだいぶやってますが、ああじゃあもうこれはやめとこうかな読売新聞、うん、今年の重大ニュース読者が選ぶというのを出しておりますさらっと行きましょうか、うん こちらと、こちら、はい、では、えー、みんなで選んでおります、2021年日本重大ニュース、募集期間に2万9866通の応募がありました、有効投票数が2万7731通。で、えー10 項目ベスト10を全て当てたという人が、が14つあったそうです。え0.1%ですね。へえそれはすごい。うん、全項目的中14つ賞金が贈られるということでございます。うんと、宮城の赤木さん。 うん、埼玉の大竹さん、神山さん、原島さん、千葉のういさん、津田さん、増田さん、東京の菅さん、東京の菅さん、菅、弘、えー、彦さんとう読みするんですかね、うん、山本さん、神奈川の天野さん、小泉さん、長久保さん、えー、森林さん、森林さんというああ、そうですか岡山の友康さん,、うん、以上の方だそうです。 それはいいですか、はい、第30位あ、もう30位から、もうあれでやめましょう、10位からしましょうか、はい、第10位、東京オリンピック原則無観客決定、直前まで混乱続く、第9位、ゴルフの松山英樹がマスターズ優勝、第8位、将棋の藤井聡太さん、新竜王、最年少四冠に、第7位、自民党総裁に岸田さん、総理に就任しました。 第6位、新型コロナウイルス変異株が猛威を振るいました。第5位、静岡県熱海市で土石流。うん、第4位、眞子さまと小室圭さんが結婚、眞子さんになりました。はい、第3位、新型コロナワクチン接種開始。第2位、東京オリンピック日本は史上最多の58のメダル。第1位 大谷翔平メジャー MVP2 ということでございました、うん、先ほどの14人はこの10項目を全部当てたということですねちなみに11位が真鍋さんがもうノーベル物理学賞というようなニュースヤクルト20年ぶり日本一は13位、うん、というようなことでございました では今朝の一言に参りますね今朝の一言も読売新聞から選びました、今朝の一言、一日だけ志村さんに代わって世界を笑わせたい俳優、山田裕貴。 いよいよ放送が近づいてまいりましたザ・ドリフターズ志村のけんさん月人になるところから物語が始まります二十七日の午後九時から志村健とドリフの大爆笑物語がフジテレビ系で放送されます八時では全員集合は TBS でしたそしてドッドドリフの大爆笑はフジテレビでしたねえー、えー ななかなか大変やと思います実在する人物そして、まあ、志村さんが亡くなった後この持ち上げられ方っていうのを天国でどう思ってはるのかはわからないですけれどそんな大師匠とか世の中がとかっていう美談よりももっと普通に「志村後ろ志村後ろ」と客席で子供が言ってたあの気持ちの志村さんなんでなんか大御所というよりは。 もっと若い時の志村さんのイメージで僕はいたいなって思ったりもするんですけれど舞台裏を含めてまあまあまあ美化されるのは当然のことだと思いますけれどみんなを笑わせたいという志村さんとそしてドリフターズの面々のお話ですね、え。ー 劇中では8時台全員集合やドリフの大爆笑の名シーンも出てまいりますヒゲダンスとかああ,あ,あそうですかいいな、うん、でアドリブ込みを前提に行われたコントを演じるため当時の映像を繰り返し見て山田さんたち、ええ、研究したんだそうですそうやなこれ難しいよなうん。 この山田さんたくさんの人に愛されることが夢で、志村さんを演じることで、ああ、こういう人が愛されるんだなということを実感したっていうんですけれど、まあ、それはインタビューにはそういう話なんでしょうけど、大変やったと思いますよ、うん、まだ死者もね、僕は見てないから放送を楽しみにするばかりなんですけれど、えーえー、遠藤憲一さんが、いかりや丈介さんですね。 通じるところがあって、まあ、その辺も <laughs> 含めて、えー、キャスティングされてるのかもしれませんがあのねすごいですよ志村さんの半生をドラマ化する案は以前からありましたが皆さんの記憶にしっかりととどまっている間にその姿を描きたかったまあその制作はそうなんですけれどねものまねや悪ふざけに見えるのではと撮影開始まで不安がありましたししかしコントを 手におはから「ま」までこの「ま」が一番難しい「間ああ」俳優陣がそれを完璧に再現してくれたそこにモノマネや悪ふざけには見えない笑わせるんだけどそれは物語の構成の一つであるっていう中で。 コントを演じるってこれはなかなか本当に難しいことだと思うんですけれどやり,きりやりきりはったそうです楽しみですねそしてなんかうんあの志村さんをなんか崇拝するような感じではなくってぜひうん描いてほしいな僕は捉えたいなというふうに思います。 フジテレビ系列志村健とドリフの大爆笑物語は12月27日の午後9時から志村さんの役を演じます山田裕樹さんの言葉を今朝は取り上げました今朝の一言でした10時18分ですでは最後は今日のワンコでございます今日は 小森クラブ会員番号2万3631番、寿司屋の大将さんからいただきましたワンちゃん、ご紹介いたします、こちらです。ミックスチワワというのは、チワワとダックスフンドが掛け合わされているんですね。はい、名前をラムシャンティと言います。おそうですか これはどういうことですかサンスクリット語で平和をもたらす神の子という意味なんだそうですラムシャンティ寿司屋の大将さんありがとうございました皆さんもどうぞ我が家のワンコニャンコあるいは他のペットでも構いませんうちの子の写真を送ってくださいませ info@tenkomori.com、i-n-f-o@10k-o-m-o-r-i.com info でお待ちしております。十時二十分になりました。土曜日の朝、クリスマスの朝、皆さんどのようにお過ごしでございましたでしょうか。今日もお付き合いありがとうございました。では最後はいつものようにまた明日インジャンでございます。 だいぶ人通りも出てまいりましたですね。あ、今、外国人の方が歩いて行きはりましたね。はい、天狼天狼森スタジオからお届けいたしました。また明日。いいんじゃん。ほい。今日もご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録してないよという方は、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また明日です。